こんにちは。ケージチャンネルでーす。私は動画を撮る前にですね、ティッシュで顔の油をこう拭き取ってから撮影に挑む。そういう日課がある。そんなどうでもいい話、始まっていく!というわけで、本日はですね、2016年の6月とね、7月に発売するね、プレイステーション4のソフトね。ソフトって言い方で合ってんのかな?ソフトって言っちゃうんですよ。昔はね、全部ね、ゲームのね、ゲームは円盤だろうとなんだろうって、ね、カセットって全部言ってた。アホだから。ファミコン世代だから、もうカセットっていうね、あれから抜けられないんだけれども、まあ今はね、やっとソフトというようになっております。皆さんも何かね、面白いゲーム買いたいなぁなんて思っていろいろ探しながらこの動画に行き着いたんじゃないんですか?まあ、とにかくですね、ここで私の方からですね、こんなゲームが発売するよっていうのをですね、だっと紹介していきます。よかったら参考にしていただけたらいいなぁなんてちょっと思ったり。さあ、というわけでですね、早速じゃあ紹介していきましょうか。6月はね、6月9日、ミラーズエッジカタリストっていうゲームがまず発売されますね。これ、なんやかんや、ね、発売が延期で、やっと発売するって感じかな。なんとなく、まあ、シャレオツな感じの雰囲気漂うゲームなんですが、エレクトロニックアーツさん、AE といえば有名かな?そういう言い方をすれば。から発売されるゲームで、まあ、主人公のこちら、フェイスさん。このね、ちょっと片桐、入り2の彼女が、まあ、走る。まあ、そんなゲームになっていますと。で、視点はね、FPS 視点で、まあ、結構その、爽快感のある、その、ゲームっていうのが、ま、売りなんだと思いますね。まあ、金かけてそうなゲームですね、ほんとね。まあ、海外の人はみんなね、こういうゲーム好きなんでしょうね。まあ、ぶっちゃけ日本人にはあんまり刺さらないんじゃないかなとちょっと思うんですけれども、でもこれ、このゲームはね、多分バーチャルリアリティでやったらものすごいね、気持ちいいんじゃないかななんてちょっと勝手に思ってます。まあ、ね。まあ、もしもの話してもしゃあないんだけれどもね。でもまあまあ、爽快感のあるゲームプレイ画面になってますので、気になる方は、ぜひ公式のサイトからですね、トレーラーとかぜひ見てみてください。さあ、同じく、6月9日、MXGP2 The Official Motocross ビデオゲームということで、モトクロスレーシングゲームですね。で、モトクロス選手権公認のゲームだそうです。まぁ、ちょっといろいろ突っ込みどころあるんですけど、まずモトクロス選手権ってそんなのがあるのかどうかも、ぶっちゃけその、海外の人はわからないわけだよね。モトクロスにそんな精通してる人はあんまいないわけなんですよね。で、これね、このゲームをね、発売してる発売元、まあ、開発は違うと思うんだけど、インターグローっていう会社がね、発売元になってるんですけれども、このね、このインターグローさんっていう会社はね、他にもね、モト GP とか、ライドとか、まあレース関係のゲームを多く出してたりするんで、ああ、まあレース系に強い会社なのかなって思ったんだけど、他にはさ、なんか、アイアムブレッドとかさ、ファーミングシュミュレーターとか、かなりね、ニッチなゲームに特化したね、会社で、ね、なんかこう、ゲーム自体よりもこの、インターグローさんっていう会社にすごい興味湧いちゃった。あ、まあ、ゲーム開発してるのもあるのかな?どうなんだろう?詳しくはちょっとよくわかんないんですけれども、まあ、なんかマニアックなニーズをですね、満たし続けてほしいですね、この会社には。ということで、モトクロス好きには必見のゲームになっております。さあ、続きまして、同じく6月9日ですね、プロジェクトカーズ、パーフェクトエディションかな?パーフェクトエディション。パーフェクト、やり直すぞプロジェクトカーズパーフェクトエディションイエーイというわけでですね。これまたちょっとマニアックな車ゲー。いやいや、今回はバンダイナムコなんで割とマニアックというか、ね、正当派な車ゲーだと思うんですけれどもね。これプロモーションビデオをちょっと皆さんぜひ見てみてほしい。いや、公式サイト行けば見れるんで。ね。公式ビデオで、バーなんかもう今日ちょっとごめんなさい、トークがバー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 ってなってるけれども、あまり気にしないでください。PV! プロモーションビデオのナレーションにね、なんか随分聞き覚えある声なんですよね。これ、アムロ・レイ役の声優としておなじみの古谷徹さんかなっていう名前なの。僕あんまり声優詳しくなくてごめんなさい。古谷徹さんでいいと思ってるんですけど、その方がナレーターを務めてるということですね。でさ、なんかさ、さ、車を動かして、こいつ、動くぞとか言うんですよ。もうね、なんかもうそっちに気いっちゃって、
ゲームの情報全然入ってこない。ね。まあそういう、なんだ、さすがバンナムということで、車好きには引け。なんかね、海外のね、車がいっぱい動かせるとか、そんな感じかな。うん。同じく、6月9日、グランドイージーメディーバル。これはですね、UBI ソフトから発売の、公益外交シミュレーションゲームね。シミュレーションじゃないかな。シミュレーションだから。シミュレーション。はい、皆さんもご一緒に。このゲームはね、中世のヨーロッパが舞台になっていて、なんだっけな、西暦11年ぐらいとか言ってたかな。で、8つの勢力の中から1つを選んで、まあ、最初は小さな村ですよ。小さな村を開拓していき、外交と貿易で、交易関係で、やがてヨーロッパ全土を支配していこうっていうゲームなんです。いやね、まあ、正直ね、6月9日発売のゲームどうした？マニアックなゲーム多いぞと思うんですけどね。いや、でもこういうのは面白いでしょ。街を発展させていく系のシミュレーション、シミュレーションゲームはね、基本的に面白いと思うんで、腰を据えてじっくりゲームやりたいななんていう人にはいいんじゃないかと思ってます。僕もね、スーファミのシムシティとかね、まあ、やった。もうずっとやった。あ、でもずっとやってられる。ずっとやってられるよね、NFC とね。さあ、続きまして、6月16日、ルートレター消し印のない、一通の手紙。開封されなかった、ペンフレンドからのラストレター。私は、人を殺してしまいました。罪を、償わねばなりません。これで、お別れです。さようなら。15年前、彼女に何が起きたのか。真相を知る手がかりは、彼女から送られた手紙と、7人のクラスメイトの証言。今、彼女はどこにいるのか。回想と現実が織りなす、青春サスペンス。ルートレターン！ちょっともうあったら、プレイしなさいよ！ミステリーアドベンチャーゲームで、まあ、マルチエンディングシステムですね。すべてのエンディングをですね、掴み取れということで。まあ、ミステリーアドベンチャーゲームのね、最高峰はね、ポートピア連続殺人事件なわけですよ。60万本売れてますからね。そこにどこまで近づけるかなというところですが。まあでもね、ちょっと気になる感じですよね。内容でしたね。アドベンチャー好き必見。さあ、6月21日。マイティーナンバーナインというわけで、まあ、ロックマンですよね。これ超有名なゲームクリエイター。ゲームクリエイターっていう、あれでいいのかな？名称でいいのかな？この方は。稲船刑事さんね。同じ刑事なんで、ものすごい思い入れがある。ね。まあ、稲船さんといえば、ドンハンという言葉で有名な方ですね。そんな彼がね、クラウドファウンディングで、開発までこぎつけたのが、この作品。ね。幾度となくね、延期を繰り返して、やっとこれも発売ということですね。価格はね、すごいリーズナブルなんですよ。ダウンロード版のみなんだけど、2500円っていうことで、まあ、基本的にでもさ、これ海外向けに多分開発されてるんだと思うんですよ。ね。ロックマン自体がさ、海外でもさ、メガマンっていう名前で、すごい人気なわけですから。ね。なので、まあ、どっちかっていうとな、海外のね。北米の人たちに向けて作られてるんだとは思うんです。でもね、ロックマン好きな日本人多いよね。もちろん当たり前だけど。僕だってね、1、2、3、4、5ぐらいまではめっちゃやった。ね、で、特にね、4をたくさんやった。ね、もうね、毎日やってた、毎日。まあ、こういうシンプルなゲームをね、今楽しむのってすごくいいような気がしますね。はい。6月23日、バイオハザードアンブレラコア。これですね、前回の動画でね、紹介してるんですけれども、延期になってね、6月発売になったみたいです。で、まあ、バイオハザードが対戦型シューターとしてどこまで成功できるかっていうのはですね、これ本当にすごい気になるところなんで、まあ、最近だとオーバーウォッチとかさ、ゲーム出てますからね。さあ、どこまで食い込めるか。ね。ちょっとぜひカプコン、頑張ってほしいです頑張ってほしいです僕は、これやりたいです。やりたいです。みんな、一緒にやろうぜ。はい、6月30日、スーパーロボット対戦、OG、ムーンデュエラーズということで、初めてですね、PS4 でスパロボが出ると。もうね、スパロボも、まあ、25周年だそうでして、ちょっとなんかカムカム、25周年だぞんぞんぞんってなってるから、25周年だそうでして、ね。
初めてスパロボやる人にもね、楽しめるように、一応ビギナーズモードとか、ガイダンスシナリオを搭載してると。ね、まあ、たくさんやっぱりね、シリーズ出ちゃうとね、過去作プレイしてないとなんか敬遠しちゃうみたいなのあるんだけど、そういうところ優しく出来上がってますね。ね。まあ、正直ね、僕もね、この年になるとね、この、ムーンデュエラーズのね、出てくるロボット、一つもわかんない。え？俺こんな年食っちゃったのと思ったんだけどね、このムーンデュエラーズには、過去に出てきたスパロボのなんかその、オリジナルのロボットとかキャラクターを中心にやってるということだそうなんで、それは知らないわけだよ。ね。なのにビギナーズモード搭載する必要あんのかな？これ絶対過去作好きだった人しかやらねえだろ、このゲーム。スパロボといえばガンダムとかなんかさ、マジンガー Z とかエヴァンゲリオンとか。同じくですね、6月30日、ウォーキングデッドシーズン2ということで、まあ、同名のね、海外ドラマもめちゃ人気ですけれどもね、ゾンビものなんですけど、どっちかというと人間ドラマみたいなのが魅力なシリーズの作品なのかな。ドラマ自体もそんな感じですもんね。シネマティックホラーアドベンチャーゲームということなんで、まあ、主人公の選択とか行動でストーリーがどんどん変わっていくゲームと。ね。なんで、バイオハザードとか、デッドライジングみたいな感じの、まあ、アクションとか、シューティングとか、そういうものではなくて、主にまあ、ストーリーを楽しむようなゲームになっております。これね、前作のね、セーブデータがあれば、まあ、前作の選択肢とかが反映されるっていう仕掛けがあるらしいです。なので、なんか直近で、ウォーキングデッドのシーズン1っていうか、その、初代ウォーキングデッドも、なんか、もう一回発売してますみたいな、そんな感じのやつになっているよ。続きまして、7月7日、新、あやり紙2。というわけで、日本一ソフトウェアさんがお送りする、ホラーアドベンチャー、キャーキャーもう公式サイトとか、怖えよ、俺一人で見ちゃったじゃねえかよ、夜にさ。その後お風呂とか入るの怖いんだから、頭とか洗ってるとき、ふっと顔上げたときに、これなんかにいた、なんかいるんじゃないかっていう、この怖さ。さあ、ね。そんなのはね、年食ってもね、やっぱり変わらないんだよ。そういうお化け怖いみたいなのは。ね。で、このゲームはね、5話のオムニバス形式になっていて、まあ、それぞれね、不可解な事件を科学的に推理していくルートか、オカルト的に推理していくルートか、なんていうね、そういう選択肢の分岐によって進んでいくと。ね。で、これね、前作のね、売り上げ、まあ、新流行り紙の方の売り上げも、まあまあ良かったらしいんですけど、なんかね、すごい評判悪かった。たらしいんですよね。でね、この悪かった評判をね、制作者もね、なんかすごい真摯に受け止めてて、今作はその評判が悪かった部分を改善すべく、以前までの良かった部分、シリーズの良かった点をもう一回原点回帰でやりましたみたいな、そんな感じになっている。まあ、もっと簡単に言うと、なんか都市伝説的な怖さみたいなのが、この新流行り紙、もしくは流行り紙シリーズの、まあ、良さだったらしいんですけれども、そういうところをね、今回、ギュッと凝縮して作ってきたよっていうところなんで、皆さん、ぜひ夏に向けて、怖いゲームで楽しんでみてはどうでしょうか。続きまして、7月21日、黒バラのワルキューレー、ワルキューレーね。はい。これはコンパイルハートさんの、まあ、完全新作 RPG だよと。わあ、気合入ってますよ。キャラクターデザインってなんだよ。キャラクターデザインにね、藤島康介氏。ね、ああ、女神様とかだ。桜大戦とか。まあ、漫画家ですね。漫画家の方の。で、あとシナリオに、宮島匠さん。これ、テイルズシリーズのシナリオの方ですかね。ね、ということでね、まあ、例によってね、可愛らしい女の子が大きい武器を持って戦う感じのやつになってるということで、ね、この辺のゲームはなんだろう、テイルズあたりがライバルになるんだと思う、なるのかな？どうなんでしょうね。8月にね、テイルズがちょっと控えてますけど、テイルズ好きな人はま、この手の味のゲームはいいんじゃないでしょうかね。ぜひね、ちょっとつまみ食いしてみたらどうでしょうか。7月28日。アイドルマスター、プラチナスターズ、まあ、これを見てくれ見てくれこれを。え？な？ちょ、パーチョコ、これ、かわいい。え、チョコ、もう、まず、うわ、これ実写これ。これ完全にこれ。え、これ実写？え、実写？これ実写これ。かわいい。実写これ、わかる。かわいい。
同じく、7月28日、冬季伝2ということでですね、今回ですね、とうとう和製オープンワールドゲームとして冬季伝が帰ってきました。和製のオープンワールドゲームといえば、あれ以来ですね。夏色ハイスクール以来ですね。もうあの超神ゲーに続いて2作目の和製オープンワールドゲームということで、まあね、オープンワールドゲームといえばね、僕個人的にはね、これなんですよ。キャラクリなんですよ。キャラクタークリエイト。で、今までね、あの海外のね、ゲームのね、キャラクタークリエイト散々やってきましたけど、どんなに頑張ってもね、海外のゲームのキャラクリはね、ブスしかできねえブスしか作れないようにできてるんですよ、海外のゲームのキャラクリっていうのは。なぜか知らんけど、そこに来て、これですよ、これ、マジで、めっちゃ可愛い。ね、やっぱね、日本人はさ、日本のアニメとか、日本のね、漫画で慣れ親しんできた、ゲーム、アニメの美意識みたいなのがあるじゃないですか。ね、あれが作れる。作れる、これ最高。やっぱりね、和製に限るね、ゲームはね、ということでね、このキャラクリにはめちゃくちゃ期待しております。でね、まあ、いろんな新要素がこのゲームに、まあ、ね、オープンワールドになったことによって、陶器でも新しく変わってるわけなんだけど、なんかね、めっちゃ速く走れる能力がね、あるらしい。ね、まあ、オープンワールドなんてマップ広いからさ、まあ、速く移動できるようにっていうシステムなんだと思うんだけどさ、だったらマップ広くしなきゃいいじゃん。広いマップで移動に時間がかかっちゃう。で、その道中になんかいろんなことがある。これがオープンワールドゲームの、まあ、ある種醍醐味というか醍醐味だろう。何をサクサクとお勧めさせようとしてんだよと。ねえ。まあ、でもね、妖芸のさ、そのめんどくさい感じのオープンワールドゲームに、やけがさしてきた人には、まあ逆に新鮮かもわからないということで、冬季伝2、これちょっとかなりね、このゲームはどうなるのか楽しみだなぁなんてちょっと思っておりますということです。はい、というわけでですね、6月、7月はこんなところですね、一応なんかベストプライスみたいなゲームとか、そういうのはまあ、端折って、ご案内させていただきましたが、気に入ったゲームありました。どうですかね。僕はね、今回はね、ちょっとしこれるゲーム少ないなとかってちょっと思ってて、いや、なんかしこれねえなと思ってて、まあ、うん、8月にちょっと期待してようかななんてちょっと思ってます。それまでは、まあ、ね、去年の出てた、その、夏色ハイスクールでしばらくはしこって、行こうかななんて思って、もう最後、動画の最後で、何俺は喋ってんだというわけでですね、ぜひですね、この中から面白いゲームを見つけて、この夏プレイしてみていただいてはいかがでしょうかということで、最後までご視聴ありがとうございました。ケイジチャンネルでした。もしよろしければですね、私の他の動画も見ていっていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。ケイジチャンネルの動画を、ご視聴いただきありがとうございました。もし気に入ってくれましたならば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。携帯電話、スマホの方は、動画の下のところにチャンネル登録ボタンがあります。パソコンの方は、この辺に登録っていうボタンがありますので、皆さんぜひコメントの方もですね、ぜひ書いていただけるとすごく嬉しいですね。動画のモチベーションになりますので。ではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。